あの、<laughs> よろししくお願いします朝5時から15分できたらやりたいんですけどもう中村前は起きれない勇敢しかしないのでまありがとう。夜もできなくってちょっとそうなんですよ。 なんで朝五時にもなかったら、その日はきっとないと思います。眠かったら寝ます。ありがとう。無理なくね <laughs>。はい。無理はしないようにします。 もう中村はパジャマで移動したいですねパジャマ <laughs> パジャマでさ行ったらさすがにちょっとやばいってなるよねパジャマで行きたいなうん道中リラックスしたいからなパジャマ行きたいですみんなパジャマで来てくんないかな <laughs> みんなもパジャマで来てくれたらいいんだけどなありがとうパジャマドライブパジャマドライブだほんと公演始まっちゃう。<laughs> パジャドラほ <laughs> んにパジャマでバスになったら <laughs> いやー本当に <laughs> ありがとう うん送迎なら部屋着で移動できるねね部屋着まあねふんふん<う> <laughs> ふんこてばらありがとう。 移動中バスから降りなければ確かにね部屋着とパジャマは違うの違うよパジャマはパジャマで部屋着はスウェットみたいな感じ バス窓際がいいえ圧倒的窓際がいいんだけどうん <laughs> でももう荷物のとこがいい。 荷物入れる下のとこ頑張りましょうありがとう明日に備えてお姉さんに前髪を切ってもらったのでなんか短くなった前髪切ってから お風呂入ったんですよ。そう、そしたらなんか <laughs> より短くなった <laughs> い。いいハットありがとう。 お風呂入ったよもうリッスンから帰ってきてすぐ入ったあなんか汗かいてたからペタペタして <laughs> ショート風にするの好きえー嬉しいまあ、ショートはね似合わないと思ってるので自分で こうやって入れて <laughs> 髪が短いみたいにする。これ長いな。こうさあっちゃんがやってたあの前田敦子さんがやってた前下がりボブみたいなのがいい可愛いよね。 でも私ねなんかそう髪の毛の量がすごく多くて本当になんとに何かこのショールームで見たらそうでもないと思うんですけどなんか扱ってみたら本当にもう量がすごい多いんですよ。でしかも。 硬くて直毛なんで切ったら多分本当とたわしみたいになりそうあのうウニみたいな感じなんか今はこう長いから重さでこうやって下に降りてるけどこうやってなってるけど短くなればッでなりそうでなんか広がってッなんでちょっと <laughs> うんそうなの毛がねなんか 柔らかくて細い毛の人とかめっちゃうらやましいと思ういいなって。 長いのが好きな人いるからのいやそうなんですよもうダメ <laughs> ダメですかあのー、でも短いのが好きな人もいるよね。であの短いのが好きだけどロングのロングでもまあ押しますみたいな人もいるからあのダメですか <laughs> <laughs> まあって言っても多分切る予定はないんですよ今のところうんないですねないんですけどねちょっともう毛じゃなくてほら本体を見てください本体を <laughs> まあねアレンジがいっぱいできるっていうのも、まあ、あるかもしれんけど ありがとう「ショートは諦めました」って本体かわいい <laughs> ありがとう <laughs> いや確かに、ね、もう諦め諦めましたよねこんだけあの見たいって言ってる人がいてもやらなかったんでそうですよね う <laughs> <laughs> んまあこのままですきっと。ごきげありがとうございます。 髪のの毛切ったらなんかあったたらかかあと思う <laughs> でもねまあ確かにねこのだってここら辺の毛はさもういつのの毛って感じの毛ですよねだってもう本当にいろんな念がたまった毛かもしれません一緒に悲しかった時とかも乗り越えてきて私とよく過ごしてる毛だからこの辺の毛は。 そんな念を捨ててしまおうササみたいな <laughs> あるかもしれませんよね何 <laughs> かあったのかなおでこ出しあおでこ出しねちょっとおでこ出ししてさ写真亀子さんとかに撮ってもらったらどんな風に写るんかなちょっと眉毛の心配がすごいわ。 年年一いや年一も多分見せてないよそうそうそうなんかさ最後にしたのいつかな多分さアンピーが卒業発表した時なんだよねもうそのイメージが強すぎてさなんかおでこ出したらさアンピーが卒業発表したんですよその公演で <laughs> 本当にもうめちゃもうって感じでそうしかも 全然普段やらないんですよ普段やらないのにその日たまたまおでこ出したんですよなんか気持ちがなんか乗っておでこ出してみようみたいになって <laughs> いやそうですよ。 おでこ出したからじゃないんですけどそのアンピーが「マイキューさんおでこ出してる卒業発表しよう」とかじゃないと思うしそうじゃない,ないですけどなんかそのイメージが結びついちゃって本当におでこ出した日に卒業発表しちゃったっていうもう <laughs> それがなんかもうんか <laughs> ってなってなんかそのイメージが。 なんかさないあの怒られた日に着た服を大切な日に着ないようにしようとかないですか私割とやってたんですけどなんかバレエやってた時にクラシックバレエやってたんですよ昔その時になんかめちゃくちゃゃく怒られた日のレオタードはは本番には着てんかそういうのを自分の中で決めちゃったりするんですよ。 原価担ぎって言うんこれって分からんけどそうそういうのやっちゃうありがとうなんかそうなんかその日のことと服が関連づいちゃったりするからなんか分かんないけど何枚持って <laughs> そいつもな毎回怒られることはないんで あれなんですけど本当ありがとうございます嫌なことあった日のネクタイはしないええー、あるんですかそもそも覚えてないあーまあ覚えてないこともまああるかうんあとはうまくいかなかった日とか <laughs> 気に気にめっちゃ気にするわけじゃないんですけどなんか気にしてんのかな <laughs> うんいい方のイメージだけ確かにそれがいいね嫌なことがあった日は好きな曲を聴かないとかしますなんかなんだかなんだか なんかいいね朝の占い気にしそうまずは朝起きて占いを見ることができないんですよなの <laughs> 朝弱いんで <laughs> あ,あれですよ私占いとかあんまりあのそこまでなんか信じないって思ってるわけじゃないんですけどほーんそうなのやーって思うぐらいにしてますなんかよくあるじゃないですかあのしいたけ占いとかさ でもあんまりなんか信じすぎちゃったらそうなった時になんか「あ占いがこうだったからだ」って思いたくなくってうんまあ占いってそもそもあれなんか助言助言っていうかそう,そうならないようにするための助言みたいな感じらしいんでもともとのその占いの使い方は。 参考みたいな,なんか「あなたはこうですよ」って言われたらそうならないようにするとかその悪いことだったらね。<laughs> チャクラいやちょっとチャクラは言ってないんですけど。 フ <laughs> フランフランの店員さん <laughs> そうだよ私フランフランの店員さんが向いてるって言われたことあるどんな占いやって感じなんですけど <laughs> フランフランの店員さんフ <laughs> フなんか <laughs> 私に合う職業 <laughs> 結構そうピンポイントなんですよ うん、裏が開い行った時に言われました <laughs> みんなマイキーを思い出すフランフランでね <laughs> そうなのなんかいろいろと厳しい意見を言われました占いでもなんか私占いでいい意見言われたことあんまないんだよね基本3回ぐらいしか行ったことないけど <laughs> 3回行ってでもなんかそのまとめて3回行ったとかじゃなくって人生で3回行ったことあるぐらいなんでそうそうそう。 なんかいつも仕事運を占ってもらいに <laughs> そうなんか占いに行ったら「何占いますか?」みたいな言われるんですよ。で「これでこれで」とかって言って占ってもらうんですけどいつも仕事を聞いてそう一番最後に行った時の占いは健康も効いたそしたらなんか骨が危ないからみたいな骨がなんかあるからしっかり 運動しときましょうみたいな言われました<笑><笑>なんか骨が折れるかもしれないから <laughs> そうあとは元気らしい <laughs> 頭にやっとくない カルシウム。私めちゃめちゃヨーグルト食べてるよ。ヨーグルト大好き。牛乳も大好き。何や。なんか牛乳って。大人になったら飲む機会減りません。なんか小学校、中学校の時は。給食で出てたから飲んでたけど。 大人になって飲む機会が一気に減る気がするいや私だけかな <laughs> だからそうちゃんと取るようにしてるよ人によるかもしんないけど 白米と牛乳きついえーリゾット口の中で <laughs> ミルクの <laughs> 調理するからやだ <laughs> パンだと…あ確かにパンだったらいいね。<laughs> その私は今これなんだっけポカリポカリ飲んでる <laughs> 珍しいポカリあのレッスンの時とかにさ飲み物持ってくんですけど残ったらあの今の時間とかに飲む <laughs> ポカリ <laughs> さあなんかポカリ昔苦味すごい感じてたんですけど大人になったら苦味を感じない。 これグレープフルーツ味だよね。うまい。うんうんうん。 シーとハンハンオロポでしょ砂漠をするには必須なあの今のオロポじゃないのそうそうオロナミンシーとポカリスエットでオロポそう混ぜるの。 オキポみたい。オキポ確かに <laughs>。ホ<オ>ロポ <laughs>。オロポっていう飲み物があるの <laughs>。自分で作るんだけど <laughs>。私、サウナ入らないんですけどね、そんな。サウナ歴少ない。 ありがとう二24時までするするよ何時今31分じゃんショールームしてたらねマジ時間のねあの流れ流れが早いっていうか時間経つのがすごい速くてびっくりですあっという間に時間が。 なんびっくりえそっか明日早いからってえー、だってでも今やめたって眠れないでもみんなも早いどうどう <laughs> みんなえ明日土曜日じゃんなんてことかしら マスクで寝る。うん。あの、あれ持ってく。ブランケット。 何してるのマジでマイキューのトークショーを期待してるって私がトークショーなんかしたらもうやばいだろうななんか全然トークできない <laughs> 本当になんか地獄のトークショーになりそう <laughs> 絶対にやりたくない本当に気まずい時間が流れそうだからああ,、はい、あ気まずいですねえー 放送事故いや配信はもうゼロ誰かいないと厳しい一人で喋るのって結構むずくない ありがとう <laughs> Q&A あー、確かに Q してくれるならね クエスチョンしてくれるならね。ソロ公演の夢が私がもしソロ公演やるって言ったら、M. C. はあのもうゼロっていうか最後だけであの二十曲ぐらいぶっ通して最後にえー、中村まいですありがとうございましたー <laughs> って終わります。<laughs> はいあのもう ぶっ通しで、やってみようと思います。<laughs> いや、ちょっとね。そう、曲をね、いっぱいやって。休憩なし。<laughs> PR 舞台のクリスマスマライブいや PR 舞台のクリスマスライブもそうぶっ通しでやってましたね MC なしで休憩,休憩がてら確かにねでもなんかソロってなると MC もソロなのか う <laughs> ん着替えがえっ確かに <laughs> あの全部着といて <laughs> 曲中にどんどん抜いていくわなんか最初は着膨れしてモこコモコんかいつもよりあのなんかちょっとあれあれなんかあれ もこもこしてるなは <laughs>？最後にはあのスリムになるっていう。そんな。感じ！ <laughs> <laughs> まあ私やりたいことがあってなんか STU の衣装ではないんですけどなんかこうさプワッてやったらたさ一気にプワって衣装が変わるみたいなさそういうのあるじゃないですかああいうのを一回やってみたいのとなんか衣装がさこうちょっとなんかパッてやったらプワってなんかもうあれまあさっきとは全然違う衣装になりましたそう一瞬で変わるやつあれをやってみたい。 ああいいうの一回やってみたい人生で <laughs> あとはもう一個やりたいのがあってあのあれですあの歌ってて「歌って!」って言ってみんなが歌うやつあれもいつかなんかのライブとかでやりたい「歌って!」みんなが歌詞を覚えてないと できんけどそうコクワさんやってたでもさココアさんのそう「ジワルデイズ」をみんなにね歌ってってやってたんですけどなんかみんなが歌うのがもうすごいなんか歌詞がもうほんと刺さってでも匂わせ匂わせせなんココアさん匂わせとったよ。なんかあの X でね、あのー、縦読みで「ジワル・デイズ」ってなっ,とっててその前日ぐらいにみんな歌えるみたいな感じでもうポストしててなんか匂わせてたんですよ。 君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげるだから心配しなくたっていいんだよなんかみんながこれを歌ってるのがもうグッときました <laughs> そう。 もう歌ってってやつやつってみたい歌って,ってみんな歌えなくって <laughs> 歌わんのかーいってなるかもしれんでもやってみたいいつか <laughs> でもみんな多分 ST48 のライブにいっぱい来てくれてる人は瀬戸内の声とかは鍛えられてると思う瀬戸内の声なんかね一回ね歌詞カード配って瀬戸内の声みんなで歌ってたことがあるんだけど 結構前だねやってましたメンバーで歌詞カード書いてそうそう何の曲がいいかな「夢力」とかどうみんな「夢力」とか歌詞見ずに歌えるもんですかペダルとかは難しいかな 歌えるヘタレたちよよいいねでもみんなあれだよ振りもしないといけないから振りしながらこう「あーああ」っても全部歌いながらこれもしながらやらないといけないよ忙しいことになるよヘタレやってたら。本当に 餃子の歌は無理です <laughs> このタイミングで無理して言わなけりゃ怪我しなかったみんな歌って <laughs> 誰かがいつか好きだと言いってめっちゃむずい <laughs> みんな戸惑い絶対むずい<笑><笑> でもそうこれはライブでやってみたい <laughs> 歌ってーって <laughs> 合わせね まいちゃん歌詞忘れた楽しそう <laughs> なんかそれちょっと都合よくやってるみたいな菜 <laughs> の花とかはうん <laughs> ありがとうございます みんなさああれなの ?STU の曲歌うのどうなのカラオケとか行くカラオケ行かなくても家で歌ったりするのなんかさ聴くのと歌うのでは違うじゃんかカラオケ行くカラオケで歌う あ車でね。 みんななんか結構歌ってる歌ってくれてる人いる嬉しいカラオケはコールの練習をするところえなんかどっちかというとコールの練習をしないと <laughs> たまにライブでさ3連ミックスをするときにさ、まあ、みんなの顔を見ながらさ私も一緒に言うんだけどさヘタレタチオのときとかさ感想でさミックス打ってるときさ前にいるから私みんなの顔がよく見えるのだから「トラヒジゾセイ!」とかって言いながらみんなと一緒に打つんだけど本当に。 まあ、地蔵の人とかって感じで、まあ、見てるから、その地蔵の人とかに、とら、へえ、地蔵、せい。っていう勝負で、あの、コールを言わせようと勝負するんですけど、よく負けます <laughs>。いや、あの、言ってる人と一緒に言うこともあるんですけど、地蔵の人もいたら、地蔵の人にも、すごい、もう。 顔でいっぱい言うんですけどあのだいたい負けますなんか <laughs> じっくり見られる爆 <laughs> 裂<レ> <laughs> いやなんかもうじっくりそのコールしてるとこを見られて終わります <laughs> やめてあげて <laughs> えやい嫌かな <laughs> ちょっと <laughs> 演奏 ありがとう <laughs> 私も本気で言ってるから <laughs> 何言ってんだろうってなってるかな <laughs> でも本当に声がもう 本当にもうめちゃくちゃ大きいもうデカボイスの人 <laughs> はもう絶対に負けたくないみたいな気持ちになる <laughs>。いやなんかねすごいねめっちゃ聞こえるんですよコールとかって。 <laughs> 勝負してるのであのはい私が前に来たら勝負しましょう <laughs> まあねコールはね まあ自由ですからね打つも打たないも <laughs> 本当ありがとうございますただね私はね言うのが好きだから言ってますそうだから <laughs> ああ声がめちゃめちゃ大きい人とはすごい張り合いますえ自由よもうコールは自由でも結構みんなねたくさん言ってくれるの ミックスじゃなくてもね名前を呼んでもらえるだけでもめちゃくちゃ嬉しい本当にめっちゃ元気になるんよすごくありがとう。 ファイブオーワイパー入れられるところを探すのが趣味もう STU の曲ないよねファイブオーワイパー入れる入れるとこなくない一緒にフリしてくれてるのは釣られないか うん、でもすごいじゃんってなってるそんなに覚えてんのすごいじゃんえいるよ結構夢力とか特にいるかもうんなんか手とか軽くやってくれてる人とか。 空雲確かにくる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 ね箱こうやってやってくれてる人とかいるでもなんか嬉しいですあのなんだろう一緒に乗ってくれてるなって思うと嬉しい モデモのサビやっちゃう、ねえなんかさ<ー>なんかフェスでねお決まりのお決まりでフェス出た名前その時に「あのー、テモデモ」やったんですけどもうテモデモってもう本当にみんな知ってる曲じゃないですかでも「あのテモデモ」のイントロが流れたらみんなうわーってなるんですよ「わーテモデモ来た!」みたいなでそしたらもうみんなもう大興奮しててなんかその会場で,でそしたらサビになった瞬間こうこう「こういう こ何が何しくてもこんなに何何でこう,こういうね振りなんですけどみんながみんなねステップを踏んでこうやってねやり始めて本当にもう客席の方が手もでもしててもう本当に <laughs> もにびっくりしたんですよなんかあのしかもフェスとかだったら立ちだから立ちでみんなが手もでもやってて見たことない光景で映像、えー、客席みんな手もでもやってて。 えそう覚えてるその光景 <laughs> みんな振りコピしてた <laughs> でもでもってやっぱりでもあれですよみんなが本当に知ってる曲 あいりょうんうんうんねすごいよねこんなに会いたくてもこんなに好きでもっ <laughs> てでもやっちゃう <laughs> 嬉しいでもなんか振りコピーは。 あのでもあれですよね座ってたらなかなかねこう,こう大きくはできないと思いますけど <laughs> サイリウムの色をそえるえでも好き違うみんなの好きな瞬間があって「ヘタレタチヨのイントロが流れた瞬間にみんながクチ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 ドゥクチ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 クゥクチゥチクゥクチクチククチ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  クチクチクチ緑に緑に緑に早く早く早くあの瞬間でどん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 会場が緑になってくの見るんじゃない <laughs> お怒られた <laughs> いやそうだんだん緑になってくもうイントロが終わる頃にはもう緑になってるみんな早いから。 ここ瀬戸内の声、うんうんうん、なんか「STU」のペンライト変わる曲は「瀬戸内の声」と「ヘタレたちよ」うん「菜の花」も黄色なんですけどどうだろうあんまり披露する機会がないので今回披露したことはやってるんですけどそう普段のライブであんまり披露することはそこまでないのであんまり多分めっちゃ浸透してるかって言われたら。 うーんって感じだと思うんですけどそう菜の花は黄色です小豆島は小豆島はまだ何回しかしかやってないんですけどオリーブ色とレモン色に揃えてるから <laughs>、うん、そう座席によって変わりそう。 オリーブって <laughs> もうもうオリーブを意識しているオリーブは緑だよでレモンが黄色自主的にそうなんか自主的にみんながやってくれてもう本当に大好きですなんかそういうみんなが。 なんか息を合わせてなんかやってくれるところもうめっちゃ好き <laughs> ありがとうなんか自分たちも「してください」とか言ってないのにそうしてくれてなんか嬉しかったなんかみんな打ち合わせてんのって思うぐらいそうやってくれたりするいいしい。 ありがとうございますえちょっとお休みと言われましたが56分があと4分で5月が終わりますあばよ五5月 <laughs> こんにちは6月6月よろしくそう生誕祭もあるよ6月は6級の日なんで <laughs> そう おやすみおやすみなさい。えやばい58八かだん読んだほうがいいねごめんコロコロして <laughs>。えっときなぺこさんぽんたさんはやりんごさんアルフォートさんシーサーさんゆずきちさんうーんと。 ちょっと待ってね。いなっちさん。もとまちさん。福ちゃんまるさん。くまねパパさん。ターキューさん。東京のスワンさん。一位は。おっさんさんです。あ、ごめん。かんだ。おっさんずさんさんでした。 ごめんなさい。噛みました。すみません。<laughs> あの、ドラムロールに気を取られました。<laughs> ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。明日は土曜日です。今日は花の金曜日でした。また明日。 明日も。頑張りましょう。おやすみ。おやすみ。また明日。五月もありがとう。 6月もよろしく、ね、梅雨が来るよ徳島で徳島でまたねまた明日お疲れ様でしたありがとう。